わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は数学教育に ICT を活用した研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。崇城大学総合教育センターの大島康弘准教授じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ？私の研究っていうのは、大学の中で、理工系大学であれば数学の授業というのは必ずあるんですが、その数学の授業っていうのは従来ずっと黒板とチョークを使って、学生に向けて説明をする、講義をするというものが、従来の流れでした。しかしながら、ICT 技術が発展しておりますので、コンピューターを使ったもの、最近であればスマートフォンや、タブレット、そういったものもありますので、それをうまく活用して数学教育の中でどのように学生の理解度を上げていくか、それのサポートをできるかということについて研究をしています。グラフを表示するときにちょっと実験的なやり方なんですが、タブレットやスマートフォンのところにグラフを表示させるだけではどうしてもこう立体感が足りないという場合があります。でそういうときにグラフをですね、この実際の空間の中に配置して、それをスマートフォンやタブレットを動かしながらどういった形をしているのかというのを見る、そういったことも可能になっています。その教育的効果がどれぐらいあるのかということについては、これ今検証中ですので、今後何かしら成果発表できやっていければいいかなというふうに思っています。ふむふむ、具体的にはどのように ICT を授業に活用しておるんじゃ？数学教育の中で ICT の活用というと、まずは授業の中で、例えば黒板に書いた内容、そういったものを映像や黒板の写真、板書の写真ですね、そういったものを学生が授業の後でもいつでも見れるようにする、そういう時に学習管理システムという場所を使うんですが、その場所で学生が後で、授業の後で、もしくは前の予習として、勉強することができるような仕組み、そこに素材を、授業の素材を提供する、そういうことを行うというのが一つ目ですね。私が崇城大学で行ってきた授業の、板書写真、1万枚超の中からですね、例えば、黒板で図を書いて説明したんだけど、どうしても図だけでは分かりにくい、黒板の図がこのようにもう少し立体的に見れたらよかったのにということがありました。でそういったところを探し出して、それをコンピューター上でグラフで表示したり、数値を動かしたりして学生の手元で操作してもらい、理解を深めてもらう、そういったことを目的とした研究を行っています。それ以外ですと、数学の授業の中で例えば問題を出していくと、学生はこういうふうに計算をして問題を解いていくときに、さあ答えが出ました、それで終わりとなることが多いんですが、ここでコンピューターを使ってグラフを表示させる。そうすると計算結果の流れとは別に、関数やいろいろな数学的対象全体がどういった性質を持っているのか、それを授業の中で教員側が注意を向けることができるようになります。そういったところにちょっと教育的効果を、 ICT ツールの教育的効果を出していこうというふうに考えています。大島准教授の研究は今後どのように生かされていくのじゃ？実はですね、大学の数学だけじゃなくて、皆さんは日常でいろいろな数値データというのを貯めています。それが例えば体重の増える減るであったり、あるいは貯金額の増減であったりということはあるかもしれません。そういったデータをただ数値を眺めるのではなくて、視覚的なグラフなどの情報に置き換えることで変化を見ていく、そういった可視化について親しんでもらえればなというふうに思っています。あとは今崇城大学のうち4学部で一部の試験をオンラインで行っています。そういったことによって問題ごとにどれぐらい難しいか簡単かというようなデータを取ることができます。でこういった一人一人の動き、もしくは問題ごとの正答率の状況、そういったものを応用して、今後はですね、学生さんの個々の理解度に応じた教育、そういったことをやっていければいいかなというふうに思っています。崇城大学総合教育センターの活躍がますます楽しみじゃ。